知ることでゲームはもっと楽しくなる。どうも皆さんこんにちは、キンタンです。さあというわけでついにやってまいりました、フォールアウト4の DLC ファーハーバーの解説実況でございます。全7話のプロローグを経て、今回からはおふざけは控えめにファーハーバーの物語をより深く知り、プレイしたことがある方もない方も楽しんでいただけるような動画を目指したいと思います。登場キャラクターやロケーション、他補足情報を随時解説しながら、この広大な世界を冒険していきます。精一杯のこだわりを詰め込んで制作していきますので、どうか応援の方よろしくお願いいたします。というわけで早速始めていきましょう。フォールアウト4ファーハーバー解説実況第1話、中野邸のハゲから依頼が届いたので見に行ったら娘がファーハーバーに出向してた件、どうぞ。どうも皆さんこんにちは、キンタンです。今日もよろしくお願いいたします。というわけでフォールアウト4のファーハーバーの解説実況、今日から進めていこうと思っております。最初のオープニングである程度の概要はお伝えしていると思うんで、一応本編のこの中でね、説明することをまずしていきたいと思います。まず所持品に関しては、基本的にはファーハーバーに行ってから全て揃える形になるので、ここではほとんど物は持っていきません。今持っているもので言うと、シルバーシラウドの帽子とシルバーシラウドの衣装はこれ捨てれないから持ってるだけで使うことはありません。作業服とニット帽、これで一応とりあえずファーハーバーに行こうかなと。武器に関しましては、ピックマンのブレード、これですね、ユニークコンバットナイフかな、ピックマンのブレード、これね、ちょっと裏で手に入れたやつで、こちらをメインで今使ってます。これしか武器は持っていきません。なので向こうに行ってからいろんな武器を、調達しつつ、現地調達でね戦っていく形になります。そして消耗品に関しては、ラディックスが10、ラダウェイが15、スティムパック10で、あとこの下のやつはちょっとあの説得用の、メンタスグレープを作る材料とかをちょっと持ってますね。でミスクはどうでもいいとして、ジャンク持ってない、モジュール持ってない、弾も持ってません。この状態で進めていきます。で次はステータスなんですけれども、これ説明するの非常に長くなるので解説で出しときます。どうぞ。はい、というわけでね、そちらで説明はされていたと思います。これができるからね、実況動画はいいですね。さあそれでは早速始めていきましょう。ファーハーバー、まずファーハーバーは物語の始まりはこのニック連れていくんですけどね、ニック・バレンタインの探偵事務所に新たな依頼が入ってきたと。でその依頼を解決する流れの中でファーハーバーという新たな島に向かうという流れになりますので、まずはそのクエスト開始のラジオから聞いていきましょうか。バレンタイン探偵事務所無線を聞くと。はい、じゃあ聞いていきましょう。はい、繰り返しに設定。こちらはバレンタイン探偵事務所のエリー・パーキンズ。ニックのパートナーにメッセージがあるの。新しい事件よ、緊急事態みたい。オフィスに来てくれる？待ってるわね。繰り返しに設定。はい、なるほど、新しい事件があるからオフィスまで来いと。じゃあもう喜んで行かせていただきましょう。戻ってきてよかった。ニックと一緒に出て行ってから新しい依頼が来たの、やってみる？はい、というわけでね、すっ飛ばして早速来たんですが、新しい依頼、なるほど、依頼主は家族で連邦の外れに住んでいる漁師のケンジ中野よ。ケンジ中野、中野か、聞き覚えがあるな。うん、でも詳しいことはよく思い出せない。ニックも知ってる人。ニック、面倒がらずに書き留めておけばいいのに。それはダメ、お前の仕事を取りたくないから。また興奮してる依頼人がいても知らないわよ。ミスター中野はあまり詳しいことを話さなかったわ。会ったら話をするからって。私の勘では行方不明者だと思う。すごく心配そうな顔をしてたから。行方不明者ね。あのね、これ過去にね、一回ちょっと実況で知ってる人はいると思うんですけど、この序盤だけはやってんのよ。だからなんとなくの流れは知ってる。確か行方不明ですね。はい、ケンジ中野、中野ケンジさんやな。ケンジ中野について何か情報は？印象くらいなら、
当然動揺してたけど急いでる感じもした。いても立ってもいられない様子だったわ。ニックの友人だ、覚えてるはず。今すぐ助けてほしいことがあると言って立ち去ったわ。出て行きながら何かブツブツ言ってたけど、重要なことだったかは。もうちょっと具体的に依頼した方がいいと思うけど、ブツブツ言ってる内容は。エリー、頼むからじらさないでくれ。なんて言ってたんだ。娘とラジオについて何か言ってたみたいだったけど。ラジオ？聞き間違いかも。その二つがどう関係してるのかわからないわ。ラジオとかあったかな。皮肉言ってみる。皮肉。事件を追ってる時にフェドーラ帽とトレンチコートを着るのも決まりか。パイプも加えてイギリスなまりにした方がいいのかな。好きにして探偵さん。中野邸は北西部の沿岸近くにある小さな漁師の家よ。そこで奥さんと一緒に待ってるって言ってた。また随分遠いな。難しい案件はいつもそうだ。あれやね、あの中野テスターのマップの右上やね。あの完全にめっちゃ右上で、右上の方から確か船に乗ってファーハーバー行くみたいな話やったような、気がします。エリーさん他なんかある？ミズ・パーキンス、中野邸に向かうときは気をつけて。あそこはかなり孤立した場所にあるから。孤立した場所にある。あー、てかエリーさん普通に綺麗よな、あんたな。エリーさん綺麗よ。だからなんやねん。はい。で、ニック？おい、何かしてやろう。中野邸になんか思うことある？どうかしたか？何か言いたいことはあるか？手がついたら中野邸に行った方がいい。彼らの事件を捜査する。はい、わかりました。まずは向かいましょうってことでね。いやー、で、このね、ま、もうぶっちゃけこれ見てる人は、もうほとんどの人が多分うちの解説動画もほとんど見てると思うんで、もうニックのことは分かってるでしょ。このファーハーバーにどう関係するかっていうのはね。でそれ以外にも一応グールの解説とかも事前にしているので、その辺もだいぶ皆さん知っている状態で進むということになるんですが、まあもちろんそれ以外にもファーハーバーにはいろいろあるんで、エリーさんちょっとうるさい、喋ってる、俺喋ってるよ。はい、まあそれ以外にもね、ファーハーバーにはいろいろあるので、早速中野邸に向かいたいと思います。ん？よ、いるの？わあ、すごい、見てください、朝焼け、朝焼け、綺麗綺麗。うわあ、もう連邦ともおさらばですよ皆さん。第1話にしても連邦はおさらばですからね。見えてきた、見えてきたぞ中野邸。うわあ、立派な家や。こんな家やったっけ、全然覚えてないな。こんな家か。すんごいおしゃれな家あるよ。ポツンとこんなとこに。さあ到着しました。ちょうど夜明けですね。はいはい。聞いてるのは分かってるんだぞ。娘はどこにいるんだ。ケンジお願い、もう何時間もこんな調子よ。やめて、少しは寝て。揉めてるな。あの子はどこかにいる。誰かが捕らえてるんだ。レーダーかガンナか誰かにな。あ、やっぱ行方不明や。行方不明の話だ。ちょっと入っていいか。勝手に入るよ。どうも、話聞きに来たよ。ちょっと暗いな。ごめん、ちょっと勝手に入らせてもらった。まあまあいいか。はい。ニック、よかった。すぐに始めてくれ。怪我をしてるかも。出なければ。おい、落ち着け。ニックどこ行くの？ケンジだって。まずは俺と相棒に詳しく説明してくれないか。うん、説明はいいねんけど、ニック。相棒がいるのか。よかった。助けは多い方がいい。はい、もちろん助けます。うん。ニックとの関係。そうやな。まずニックとの関係やな。あ、そうそう。で、ごめんなさい。ね、前回、前回というかごめんなさい、これ第1話なんですけど、一応プロローグがありまして、そっちでレベル上げてる時にカリスマはあんまり上げないっていう話をしてたんやけれども、やっぱりね、会話の選択肢とかでこういう説得がね、いっぱい出てくるんで。大丈夫ですか？大丈夫ですよ。説得がいろいろ出てくるから、ちょっとカリスマだけはね、ごめんなさい、9までレベル上げてます。だからちょうどレベル40からスタートっていう形でね、進めていますので、まあ別に謝る必要もないんですが、ニックとの関係は。それでニックとはどういう関係なんだ。ニックから聞いてないか。聞いてない。数年前仕事で一緒に失われた家宝を探してたんだが、船が必要だったんだ、うん、結果は最悪だった。目的のものを見つけたら依頼者に裏切られて、今でも弾が腰に残ってる。ああ、なるほど、思い出してきた。
悪い結末になってすまない。逃げ切ったからどうでもいい。今回は娘を探すことであの時の貸しを返してくれれば。ああ、なんか失敗した事件か。なんかまあ襲われていろいろあって怪我してみたいな、失敗しましたみたいな話が昔にあったのね。ああ、助けに来たよ。助けに来た。うん。何があったのか話を聞こう。まず聞こう。全てはこのラジオのせいだ。ラジオ。娘のかすみは物を修理するのが好きで、最近はラジオをいじってた。ラジオをいじってた。誘拐犯に連絡を取って誘い出されるまでの話だ。でも自分で出て行ったのかも。もう子供じゃないし、娘は19歳なの。生きていく方法は知ってるし、能力はある。だから自分の人生を歩みたくて自分から出て行ったんだと思う。いや、どこへ行くのか教えてくれたはず、話してくれたはずだ。何かを。娘は危険な目に遭ってるに違いない。頼む、探してほしい。ちょっとややこしい話やね。その娘さんが一人で出て行ったのか連れ去られたのかわからないっていうね。ああ、何か手がかりは。どこに行ったのか思い当たる場所は。船を使って出て行ったのは分かってるけど、うん、行き先はわからない。ああ、その先がファーハーバーっていうことね。はい、ちょっと思い出してきたぞ。ああ、まあお金は別に今ね、結構いっぱい貯めたお金があるんでいらないので、彼女を見つけよう。きっと見つける。心配いらない。ありがとう。心配いらないよ。調べる必要があるなら部屋は上にある。他にも質問があれば聞いてほしい。心配するな、ケンジ。真相を突き止めてみせる。待ってろ。中野ケンジっていう名前なんだろうな。お前日本人ってことな。どっちかがなんか日本名ってのは分かんないけど、両方ともやもんな。中野ケンジと中野レイ。中野レイと中野ケンジ、日本人やな、名前な。はい、まあ、ちょっとまず話聞こうか。ミスター中野、娘のことで質問はないか。あるよ、いっぱい。だから自分からもう全部喋ってほしいんやけど、出て行った理由、かすみについて、彼女のラジオのこと、出て行った理由は。娘さんが出て行った本当の理由は。奥さんは自分で出て行ったと言っていたが、うん、あんたは誘拐だと。その違いやわな。誘拐されたんだ。かすみは賢い子だがよく分かってないんだ。世の中にはひどい人間がいることを。何の説明もなく家族を置いていくわけがないだろう。家を離れるよう誰かに騙されたんだ。危険な目に遭う前に娘を探さないと。まあその前の状況によるわな。なんか揉めて家出みたいな感じで出ていったのか、もともとずっと家を出た言われて反対してたのかとか、そういうのにねよると思うからね。それはね。彼女のラジオは。直していたラジオについて教えてほしい。動かしてやろうと何度も挑戦したけど全然ダメだった。トースターか何かを作る部品を回収するために分解してるのかと思ってたんだ。娘に誰かから連絡があってその後連れ去られたんだ。一体どこの変質者がうちの娘を捕らえてるんだ。ほう、変質者ね。あ、かすみさんは。かすみについてもっと教えてくれないか。小さなことが重要かもしれない。これ以上何を話せばいいのか。娘は世の中がどんなに危険か分かってないんだ。祖父があの子にこういう機械の直し方を教えるから。おじいさんがいたのね。彼女の祖父。彼がラジオの直し方を教えたのか。あの子が歩き始めるようになった頃からだ。祖父は機械いじりが好きで、かすみもそれを見てるうちにいじれるようになったんだ。最近亡くなった。よく部品を集めるために南部の廃墟を漁ってたんだ。もう年だから寄せと言ってたんだが。わかりました。他に質問はない。急いでくれ、探偵さん。探偵はニックでね。俺は別に探偵じゃないからね。勘違いしないでね。で次はレイさんや お母さん。お母さん話聞こう。中野夫人。娘について何か質問があるんでしょう。お母さんは出て行っただけって思ってもな。出て行った理由は。娘さんが出て行った理由について旦那さんは納得していないようだった、うん、私たちはあの子を見つけたいの。この世界は一人でいられる場所じゃないし。でもケンジはまだあの子を赤子のように見ている。自立した一人の若い女性として見ていないわ。その方が怖いからかも。あの子は黙って出て行ったんじゃない。あの子自身の選択だった。後を追われたくなかった。
でもなぜ黙って出ていったのほんまやと思うけど、彼女のラジオのこと、まあでも出ていった理由としては自立したいっていうだけでな、家族に何も言わずに出ていくかっつったらそれはちょっとな、おかしな声からな。娘さんが直してたラジオについて教えてほしい。かすみがすごく張り切ってたのを覚えてる。密かにダイヤモンドシティかどこかの居住地と連絡を取ろうとしてたのね。ここはかなり孤立してる。あの子の話し相手は私たちだけで、ケンジは過保護な傾向があるの。ああ、まあ確かにその、まあ若いからその寂しさみたいなんで出ていったみたいなのあるかもしれないね、もしかしたらね。まあいろんな人と関わりたいと。ああ、で、かすみはあなたはどう思うの？もっとかすみについて知りたい。行き先について何かわかるかも。娘は強い子。目的意識が高くて用心深い。だから生きてるはず。でも何も言わずに出ていくなんてどうして？もしかしたら私たちが、いや、こんなこと言っても仕方がない。あ、選択肢ちょっとこれセーブしようか、生きるかわからんからね。はい、何が問題やった？どんなに小さなことでもいい、隠さないでくれ。ただあの子の祖父が亡くなってから私たちは喧嘩が多くなってた。あ、それか。あの人だけだったから、あの子と本当に話せたのは。ケンジと私は機械に詳しくないけど、あの二人は何時間でも話せた。娘は祖父のボートハウスに夜遅くまでいるようになった。喪失感のせいだろうと思ってたけど、今考えてみると一体何をしてたのか。ほう、今は他に何もない。ってことはそのボートハウスも調べた方がいいね。まずは家の中か。どうしようかな。あれ、ってかこれ盗むになれへんやん。ちょっとなんかもらってって。もう本編始まってるから、もうもらってっていいのよ俺好きなアイテム。いやでもあんまなさ。プロジェクト日誌、キッチン用ミキサー、回路はまだいいが全ての機械的部品が錆びている。もしかしたら。いいかみんな、数日で戻る。他に町から持ってきた方がいいものはあるか。待って、今行くの？いや、一人の方がいい。心配するな。お前のリストはあるから。そのリストの半分は何かわからないでしょ、パパ。手伝ってあげる、私。ダメだ。あ、すまない。ここならお前は安全だ。いいか？動かずにいてくれ。わかったよ。がっかりしてるのはわかるが、時間はかからない。愛してるよ。私も愛してる、パパ。そうやな。まあ、ちょっと探索もしつつ、探索、あ、いいや、ぬかコーラとか、ぬかジェリー、ありがとう。ちょ、もらっていくわ。あ、さ、ニックの意見聞こうか。ニックどう思う？何か言いたいことはあるか？周辺を調べてみよう。何か言いたいことはあるか？もう少し探そう。出て行った理由も含めて、霞のことを調べる必要がある。わかった。以上だ。好きにしてくれ。さあ、じゃあまず2階か。あ、ホロテープあるよ、早速。かすみのプロジェクト、ホロテープ。聞くか。ハロー、テスト。プロジェクト日誌、ホロテーププレイヤー。部品を引き剥がし、持ち歩けるサイズに改良することに成功した。祖父はいつも何かを始めるときは記録を残せと言ってた。後で何か確認したい時のためにね。だから私も記録を残し始めるつもり。見つけた部品すべての目録から始めようかな。かすみ、お父さんが船のことで手伝ってほしいって。すぐ行く。あ、もう今のも記録しちゃった。あ、まあ記録を残す。だからその記録を頼りに調べていけっていうことよな。プロジェクト日誌、放射能の王のテレビ。ママによれば、戦争の前はこういうのが実際に絵と音を放送するのに使われてたんだって。それからママは、町にはテレビ局の廃墟がまだいくつか残っているとも言っていた。そこまで行きたいとねだったら嬉しそうじゃなかった。話が脱線してきた。真空管を修理して動力が再び動くようになった。でも
これが受信できる信号はどうやらなさそう。とりあえずこれから部品を取り出すことにする。でそのかすみさん、すごい声が可愛らしいね。なんかまあフォールワードで聞かん感じの声やな。あ、来た、プロジェクトランプ。何かを作ってたんやね。いやこの流れ覚えてるわ。なんやこれ、何だっけ。かすみの部屋のようだ、うん、行き先について手がかりを残してないか探す。そうだね、あんたが運んでくれりゃ。あ、またあるわ、かすみのプロジェクトラジオ。ラジオが多分一番重要なんやろうけどね。多分ラジオを聞くべきなんやと思うけれども。あ、なんかメモがあるぞ裏に。これはかすみの日記。はい、機械が喋りかけているといういかれた考え。ボートハウスにはたくさんの電子機器が残されている。金庫の鍵はどこへ置いた。なんかラジオのやっぱ修理をしてたな。かすみはよく祖父の古いボートハウスに行ってたのか。次に行く場所が見つかったみたいだ。そうだね、まあボートハウス調べなあかんねんけど、なんか周波数がどうこうみたいに言ってましたね。やっぱラジオやな、ラジオで何かを聞こうとしていたみたいな。はい、かすみのプロジェクトランプ、これどうでもいいやろうけどね。プロジェクト日誌、ランプ、フィラメントと電力を合わせたら光の出来上がりよね。ドキドキ両親は私を忙しくするために物を壊しているような気がする。まあ、かすみさんは結構その技術というかね、その、なんやろ、そういう得意分野としてはやっぱりそういうメカニックというかね、こういう偉人のが得意やったよな。夢。夢。プロジェクト日誌。夢。目覚めの時に覚えていることを記録する。いつも同じ夢を見るの。白い部屋にいて、私のことを周りの人たちは、まるで私がそこにいないかのように話している。そしたらなんていうかショックが、頭の裏で電気の火花が弾けるような。そしたら全員が私に顔を向けるの。神様、今夜はもうこの夢を見ませんように。おお、なんかこう疎外感みたいなのを感じる夢を見てたかな。はい、でラジオへ、これな。元気やな。動いてるラジオ。はいはい。ついにこの家の外からのニュースが来てる。あ、やっぱ外に憧れてたよな。私のハンドルはオウムの法則にしよう。これでオタクは混乱するだろうし、何の意味か分かれば少なくとも電気回路の話ができる相手ってこと。あー、でもやっぱあれやな、寂しかったんやね、ずっとこの家におってね。寂しくて外からの情報とか人との関わりが欲しくてラジオ修理ってことは家出説もあるな。うん、家出してファーハーバー行くかな。その前にちょっと見れるもんがあったみたい。あ、猫ちゃんや、猫ちゃん。猫ちゃんいる。どうも。何してんの？ここへな、魚いっぱい取れるやろしな。買ってもらってんの、野良猫？前は。どいて、邪魔やし。じゃあ、ボートハウス行くか。はい、来ました、ボートハウス。メモ書きとかその部屋な、まずはな。メモ書き探して。まあちょっとアイテムも探しつつで。こんなボートハウスにあるような設備じゃないけどな、これ。わあ、船もある。ワンダーグラーもらっとこう。金庫。祖父のメモ。祖父のメモやって。はい。金庫が開けられない場合は、答えはこのボートハウスにある。鍵の場所を思い浮かべるんだ。鍵の場所を思い浮かべるんだ。そんなアバウトな。あ、でも鍵はここにあるっちゅうことやな。どこやろね。金庫。てか、普通に金庫開けれへんか？エキスパート開けれるな。いや、でも、せっかくやった鍵の場所ちょっと、探してみたいな。どこや？答えはボートハウスの中に。あ、ちゃうわ。答えはボート、だから、答えがボートハウスの中にあるのか。答え。答えはボートハウスの中。今んとこ全く見つかりません。なんや？なんかボタン押すとか？そういう系？ん？あ、なんか調べるぞ、これ。フレーム調べる。隠された鍵を見つけた。あ、こんなところ。よくやった。中に何があるか見てみる。わかんねえわ、こんなの。よかった。なんかね、ひときわなんかこう、色がね、なんかひときわ綺麗やから、ちょっと怪しいなとは思ってるけど。はいはい。はい。かすみの最後のホロテープ。これだ。これ聞いたとこまでしか俺知らんねん。はい。プロジェクト日誌。あ、私自身のこと。今まで自分が誰か。いえ、何か
考えたことがなかった。どこから話せばいいのか。ラジオ。範囲については正しかった。信号を受け取れた。北から強い信号が発信されている。北から。そこには何人かいた。彼らは全員人造人間なんだって。人造人間。インスティチュートが作った。彼らは自分たちの種のための場所を建てようとしている。自分たちらしくいられて人間と共にあることが受け入れられる場所を。それは素晴らしいんだけど、そこで彼らからいろいろ質問されたの。中には私が答えられない質問もあった。つまり、そのホロテープを聞くと何かわかるかも。例えば私は本当はここにいるべきではないとか、子供時代の記憶がないこととか、奇妙な夢を見る。子供時代の記憶がない。私は行くつもり。あの人造人間に会いに。真実を知りたいの。彼らは北のファーハーバーという町に後悔してこいと言った。そこから彼らのところへ行ける。娘は船で出て行ったが、重要なのはそのファーハーバー付近に人造人間の居住地がある点だ。そこに行くために手段がいる。ケンジと話をしよう。海のことなら彼は誰よりもよく知ってる。ほう。多分そのあの人造人間って言ったのは、あの解説でも出てきたディーマかな。多分その人かな。でファーハーバーに行きたいと。で子供の頃の記憶がないっていうこととか、変な夢を見るっていうことで、多分かすみは自分自身が人造人間なんじゃないのかなみたいな感じで思い始めたと。熱くなってきましたね。じゃあちょっとケンジに、ちょっとケンジ分かったぞ。大体ファーハーバー行かなあかんみたいわ。船ない？船。調べ物は終わった。何か見つかったのか。見つかったよ。かすみは人間、人造人間のグループ。ファーハーバーまだだ。ああ、かすみは人間だよね。重要な質問をしなくてはならない。おう。娘さんが人間なのは確かか。なんていう質問だ。なぜそんなことを聞く。いや、ちゃんとお母さんが産んだかどうかよな。それが確実やったら人造人間じゃないもんね。ああ、人造人間のグループ。娘さんは人造人間のグループと連絡を取った。彼らの仲間だと思ってるらしい。え、そんな、まさか。あの子は人造人間じゃない。二人で育てた娘よ。私が産んだ子。産んだのね。生身の人間で人造人間じゃない。ああ、でも産んだってことは途中で入れ替えられたんかもしんないね。インスティチュートにもしかしたらね。いや違うかもしれんけど、彼女は入れ替わった。ああ、でも入れ替わった説濃厚やなこれ。人造人間は破棄すべき。これなんて読むの。彼女は入れ替わったんじゃない。人造人間とはそういうもの。人と入れ替わるんだ。もしかして最近起きたことかもしれない。娘のことはよくわかってるわ。人造人間なんかじゃない。これを恐れてたんだ。誰かが娘を洗脳するんじゃないかって。まあそう思っても仕方ないわな。どこに行ったかわかったか。ファーハーバーだね。霞の行き先の見当がついた。ファーハーバーだ。北のそんな遠くまで。だから船を使ったわけか。探しに行ってくれ。頼む。鳩場にある父の設計した船を使うといい。誘導システムがあって長距離に向いてる。高性能やな。ああ、向こうで何が。引き受ける。向こうで何が。ケンジ、向こうについての情報は。ファーハーバーに行ったのは子供の頃に一度だけ。父が長いしたがらなかったことだけは覚えてる。空気が悪いとかなんとかで。ちょっと皮肉一発言ってみようか。魔法の船の旅か。海の怪物も出るのか。海は必ずしも安全じゃないが、あの船ならあそこまで無事に届けてくれるはずだ。まだ報酬を決めてなかったし、あまり払えないけど、ぜひ受け取ってほしい。何かの足しになればと思って。相棒は口ばかり達者な時があるが、真相を突き止めるまで徹底的に調べるつもりだ。約束する。お願いだ。霞を見つけてくれ。任してくれ、任してくれ。そのズボンええな。それちょっと欲しいな。はい、お母さんも。失礼、中野夫人か。娘は人間です。人造人間じゃありません。まあでも運で入れ替わって、でも直前のあのホロテープ聞くとほんまにな、あ、人造人間とは思えへんけどね。普通の人間の女の子がなんかこう悩んでいろいろしてるみたいな感じに。これか、この船か。うわ、立派な船や。
さっきの船やな。さあ、じゃあ行きましょう。すごい霧が濃くなってきて。おあつらい向きちゃう？ちょっとニック喋ろう。何か言いたいことはあるか？あんたが大丈夫なら連邦はあんたをうんと利用するだろう。ここでは人から怪物が作り出されているぐらいだからな。わかった。以上だ。ああ、確かにな。さあ、じゃあいよいよファーハーバーへの道。船で行く感じね。ボートコントロール。ボートコントロール。あ、アクション。連邦去りますか？去ります。はい、自動運転。さすが。これ自動でやってんの？あ、ほんま自動でやってる。目的地を設定したら、ちょっと出ようか。ニック、あれ、ニックは？ニック乗ってる？あれ？ニックは？ニック？おい、ニック！ニック！まあ、ついてくるやろうけど、ニック乗ってないぞ。はい。じゃあ、ファーハーは行きましょう。うわ、すごい、船の上や。なんか、角ついてるけど、すごい。カクカクしてるけど。